年遅れてしまいましたゆうこりん TV が今日から始まります。本日 MC を担当いたします熟女アイドルゆうこりんこと村田優子が、新しい番組として情報を発信していこうと思います。ちょっとねいろいろアクシデントがあって開始20分遅れてしまったんですが、これから内容盛りだくさんで発信していきたいと思います。ですね、いつもゲストさんとか、一緒にやってくれるアシスタントの女の子がいる番組はいくつか持ってるんですが、今回から一人で今日はね担当することになったのでものすごい緊張してるんですけど、今は、ボディメイクオフィスムをあさとに移してなんとなくのんびりゆったりみたいなお仕事をしている村田優子なんですが、今新しいことをちょっと始めようと思って密かな水面下な動きをやってるとこなので、もうこれももうちょっとしたらご報告できると思うので皆さん楽しみにしていてください。今日いきなりこういう形で番組を始めようってことになったんですけど、どうしてかっていうと結構ユーストリームでの広告効果ってものすごいあって、で知らない方もいっぱいいらっしゃるので、ちょっとこういった感じで、イベントの告知を私が皆さんに代わってお伝えしたりとか、また最近の気になることですね、いろいろと美容の方とか、政治経済であったりとか、一応いろんな観点から見たゆうこりんの気になることっていうのをクローズアップして、お伝えしていこうと思います。もちろん一人ではなかなかやりきれないので、ぜひ皆さん Twitter とか Facebook の方から参戦していただいて、どんどん意見を言っていただく、変な話チャットしましょうみたいな状況にもなってますのでよろしくお願いいたします。番組への参加方法は画面右上のソーシャルストリームをクリックしていただいて、そちらの方にお持ちのアカウントから参戦してください。もう早速みえさんから始まったっていうのが来ました。始まりました。みえさんぜひよろしくお願いいたします。はい、こんな形で番組をどんどんスタートしていこうと思います。よろしくお願いいたします。まず最初にですね、いよいよ待望のゆうこりんのホームページができました。ゆうこの部屋というタイトルのホームページなんですが、こちらの方を見ていただくと、大体ブログであったりとか、Facebook であったりとか、いろんなところにつながりますので、ゆうこりん情報を得たい方はこちらの方からと、あとどんどんご意見も書いていただくと、いろんなイベント、今後のイベントプロデュースとかいろんなことに反映していきますので皆さん見てくださいね。気になる、アカウントの方ですが、 ucorin.com/wp/ です。ゆうこの部屋よろしくお願いします。はい、どこから？ここか。すみません、いきなり開くことになったので。開きました。今自分で開いてみたんですが、見えますでしょうか。こんな形で、ブログの写真とか、実は前回ねホームプラザさんの方に取り上げていただきましたので、そちらの方の写真とか、どういったことやってるよっていうのと、何を画面を下げる、はい、こんな感じですね。見えますでしょうか。ブログであったりとかにいろいろ活動内容の写真とかがちょろちょろ出てきてます。で、ユーストリームの気になる、アーカイブですね。もこちらの方からも見れるようになってますので、ぜひご覧になってください。こんな感じでいいですかね。なかなか頑張って作ったホームページなので、どんどんね更新して活用していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと気になるね今日のこの情報番組、最初は何からお伝えしようかなと思ったんですが、今ね気になる美容のことについてなんですけど、最近男性がいろいろとネイルに行ったりとかエステに行ったりとか、ソーシングはもちろんなんですけど、そういった形でね、男性が自分にお金をかけて女性のようになんていうのかな、どんどん改革していくっていうことに着目しまして、今回はなんと男性のまつげ癖についてのちょっといろいろ調査をさせていただきました。この間ね、ワイドショーかなんかでも取り上げてて、私のお友達が「えー!」ってびっくりするみたいな感じで記事を上げてて、私もそれを読んだ時には「なんか嫌だな」みたいな、ちょっとまつげに関しては抵抗かなみたいに思ったんですけど、私はそう思ったけれど、じゃあ実際どういうふうにみんなが思ってるのかというのが気になりまして、いろいろとねインタビューをさせていただきましたので、少し紹介していきたいと思います。動画出ますかね。男のまつげはなしなしですね。見た目で注目するところ、私はやっぱりきちっと服を着ててアイロンしてる人とか、そういうところに目がいって、で靴はやっぱ、泥がついてないとか、顔らへんとか髪型とかのですかね。そんなひげを、そうですね、最初ね綺麗にしてた方がいいですね。あと男のカラコンは人に大きくするやつ。なし。あれもなし。いや。なしですかね。そこまでは。見た目は重視します。結構男の。見た目だから清潔感。あ、そうですね。一番それだと思いますね。不精ひげじゃなくて整えてるひげならばいいけどですね、清潔感ですね。ですね。はい、どうぞ。男のまつげはなしだと思います。理由は男の人に目を大きくする要素はいらないと思うからです。男の人の身だしなみでまだ許容できるものは、髪を染めるぐらいです。以上です。面白い意見がいくつかありましたけど、皆さん見てる方はね、どういうふうに思われてるかなってとこですが、女子は NG 出す方が多いですよね。なんか嫌だとか、ありえないとか言うんですけど、でもなんで今男性のまつげがこんなに流行ってきてるかっていう部分なんですけど、これはやっぱりいろんな考え方があると思うんですが、営業だったら目力がとか、ちょっと優しい感じになるとか、捉え方でいろいろあるとは思うんですけど、どうしよう、電話しちゃって聞いちゃっていいですかね。じゃあちょっとこの辺で専門家のご意見っていうのを聞いてみようと思いますので、ちょっと電話をしちゃいますね。あ、そうそうそう。まつげのまつげエクステの専門家の、以前私の番組のチュラボーテの方にも出ていただきました瀬底雅代先生にちょっと聞いてみようと思います。セリアイチ瀬底です。あ、こんにちは、村田です。はい、こんにちは。聞こえますか、まさよちゃん、お忙しいとこ、ありがとうございます。今、番組内で男性のまつげについてどう思うっていうのをいくつかインタビューを流してたんですけど、結構女子の間では不評なんですね。そうですよね。この辺はね、専門家の先生の目線から見てどうなのかっていうのをちょっと教えていただけるといいんですが、まずじゃあ、男性がまつげをするにあたってのメリットになる部分っていうのはどの辺になりますかね。はい、一応、皆さんが想像されているのってやっぱりおしゃれが目的でっていう想像があると思うんですよね、うん、なのでやっぱりメイクする男性はちょっとめめしいとかっていうまあ、ちょっと批判的なことが多いと思うんですが、はいはい、今増えている需要っていうのがそれだけでなくて、うん、やはり男性も女性とって目元にコンプレックスを持ってる方って意外と多いんですね。あー、例えばこう初対面で出会った時にいつも怒ってるって言われるようなつり目の、うん、あとは体の幅が広すぎて、うん、ちょっとも眠そうに見えてしまう方とか、はい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 がやっぱりメイクはできないけど、うん、性もやっぱり抵抗があるけど、はい、やっぱりこうお仕事上、うん、まあ飲食の方だとか、うんうん、あとは、まあ、経営者の方だとかちょっとお悩みの声の改善っていう一つの、まあ、手段としてモーションが出てますね。やっぱ実際やると変わるんですか？ね、そうですね、うん、私も、男性の方何名か施術させていただいたことあるんですが、はい、太さだとか長さだとかっていうのはやっぱり出るので、はいはい、本当に自まつげと変わらない、やっぱりやるってことはどこか女性らしくなっちゃうのっていう、そうだよね、まつげクリーンってなっちゃうのかなとか想像しちゃうじゃないですか。ストレートのもので自まつげとそんなに変わらないサイズを、うん、例えば目尻に数本だけつけることで、うん、上がり目の方が垂れ目に見える、うん、なので印象が少し和らぐっていう効果もありますね。あ、じゃあいつも怒ってる顔のお父さんとかおすすめですね、結構。そうですね。ねえ、お父さん今日怒ってないとか言って、まつエクしてきたからだとか言ったらちょっと笑っちゃいますよね。はい。そうかそうか。じゃあ専門家から言ったらもう全然問題ないよってところで、じゃあ女子から思えば本数も少ないし長さもないしっていうことで、料金的にもリーズナブルなお値段でできるんです。そうですね、うちの方では1本80円からできますので、もうメイクだけだと本当にもう1000円程度ぐらいからできますので。そうなんだ。じゃあぜひね、やってみたい方いたらジュエリーアイズさんの方おすすめしますので、その時はよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、実際やった人いるんですよね。何名ぐらいいますよ。奥間ちゃんはもちろんはいるんですけれども、こういう有名企業に勤められている営業職の方だとか、はい、あとはどちらかというと経営者の方の方が仕事にちょっとストイックって言いますか、やっぱり身だしなみの一つとして考えられている。じゃあやっぱこれからはね、営業の方とかにはぜひおすすめって感じになりますね。ありがとうございます。すごい。じゃあもうどんどん恥ずかしがらないではい、ウェルカムって感じですかね。そうですね。もう男性の方でも。はいはいはい。じゃあ予約していただいて、まあ1000円前後ならね、はい、お試しでやってみるのもね、はい、いいと思うので、じゃあぜひ営業マンの方たちはこれを見ているようだったら進めていく、はい、いいと思います。はいはい、じゃあまさよちゃん、申し訳ないんですけどジュエリーアイズさんの連絡先教えていただいてよろしいですか？はい、電話番号090-9788-5623、はい、ジュエリーアイズで検索していただきましたらインターネットでホームページも見れますので、ぜひお願いします。場所は久米になりますよね、あそこは久米ですか？はいになりますね。はい、近くにホテルがありましたよね。はい、東横園ホテル、泉崎交差点の東横園ホテルのすぐ裏手の方にあります。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、はい、ぜひジュエリーアイズで検索していただくのが一番確実で早いかもしれないので、その、ね、お客様いらした時にはぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。お忙しいところ。はい、どうも。ということで、専門家は推奨してますね。もちろんなんでしょうけど、ネイルとかも今なんて言ったらいいの、手のお手入れだったりで、実際のホテルマンやってた方に聞いたんですけど、沖縄の方って結構毛深い方が多いので、手を出した時にうわってお客様に惹かれたっていうことで、肘から下は剃ってらっしゃる方とか、ひげ剃っても剃っても青くなってなんていうの嫌だからって言って脱毛される方とか、結構いろいろ男性でもいろんなことをやってらっしゃる方がいるんで、松江区も今の感じだったらありかなって思えるようになりました。はいはい、じゃあちょっとツイートの方何名か来てるのでご紹介させていただきます。まあ、森健さんからやっと始まったと、すいませんね、遅れてしまって。絵のみえさんからです。まさよちゃんが施術したのは普通の会社員の方、夜のお仕事の方って来てますが、今聞いたところによるとサービス業っていうか金融関係の方だったりとか、大きな商社の方だったりとかっていう普通の会社員の方だそうです。で夜の、まあ、おかまちゃんももちろんらしいんですけど、サラリーマンが結構施術に来てるみたいです。どうですかね、みえさんのお父さんもぜひと、あと宇治井美香さん遅れました見とりますと、美香さんさっきインタビューを答えていただいた美香さんありがとうございます。この先も見といてくださいね。はい、こんな感じです。男性松江区ね、どうなんだろうね、ぜひやってみたい方は。でも私思うんだけど、沖縄の男性ってみんな結構まつげクリンって羨ましいぐらい長くて、ビューラー使ってんのとか思うぐらいの方もいらっしゃるから、いいのかなとか思うんですけど、ね、まあ手軽にできるみたいなんで、是非ご検討ください。ということで、男性松江区について今日は取り上げましたが、もっと気になることとかあったら情報はいつでもお待ちしてますので、こちらの方にメッセージをくだされば、次はこんなのやってみようかなっていうのは取り上げていきます。もう何を言ってるのか緊張しちゃってよく分かんなくなっちゃったんですけど、続いては、はい、じゃあちょっと間が持たないんでクッション動画入れます。すいません。クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは、過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり、 iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは、番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスはFacebook クリックボイス沖縄で検索して、いいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。クリックボイス沖縄からお知らせです。クリックボイス沖縄のホームページでは、過去に放送した番組をポッドキャストとユーストリームのアーカイブでチェックできますよ。見逃した番組を見たり、 iPhone や iPod に入れて通勤途中に聞くことができます。もちろん無料ですよ。また Facebook ページでは、番組内容やユーストリーム生中継の日程などの最新情報を随時アップしています。アクセスはFacebook クリックボイス沖縄で検索して、いいねボタンをクリックしてくださいね。皆さんのアクセス待ってます。続いてのコーナーに行きたいと思います。実はですね、最近カエルスタジオ別館でいろんなことをやってるんですけど、つい先日女性をたくさん集めて、更年期、女性が気になる更年期についての、セミナーを、百穴奈穂先生呼んで、開催しました。で、更年期っていうのはどういうことなのっていうのと、更年期をね、幸せな年期の更年期の方に変えていこうっていう知識のお勉強会を開催したんですが、実は、40過ぎた女子はみんな言われた経験があると思うんですけど、ちょっと体調悪くすると更年期とかって、病院行ってもそれは更年期じゃないとか、機嫌が悪いだけでも更年期とか、何でも更年期更年期って言われたりするんですけど、案外専門家に言わせるとそこに落とし穴があって、大きな病気を更年期という一括りにして終わりにしてしまう場合があるよっていう話と、じゃあどっからどこまでが更年期っていうのっていう話を聞いてきたんですけど、すごい勉強になってびっくりするようなことがたくさんありました。やっぱ気持ちの持ち方次第なのかもしれないんですけど、まあ、実際ね、そのセミナーに参加してくださった方の感想っていうのを動画に収めてありますので、ぜひご覧になってみてください。お願いします。今もう更年期迎えてますので、いろんな話、皆さんのお話が聞けたのですごく良かったなと思いました。以上です。そうですね、私もまた一応本とかね、雑誌とかいろいろやるのと、やっぱ実際先生から聞くのってでは、あ、そうなんだ、こういうこともとか、本当にやっぱり来てね、また皆さんの話とかいろいろ聞けたし、やっぱ食事とかいろいろなこと聞ける、聞いてもとても参考になりました。ありがとうございました。はい、小長美香です。今日はすごくためになる講座を受講することができてよかったなと思ってます。私たち女性なんだけども、自分の体のことを本当はもっと知るべきだなっていうことを感じました。で、今はネットだったりとか、あと本だったりとか、いろんな情報って得られるんですが、こうやって直に専門家の方とお話を聞いたりとか質問することができて、とても良かったです。で、私も娘3人いますので、私がちゃんとした知識を得て、娘たちが困らないように迷わないように伝えていけたらなと思いました。で、またたくさんの女性の皆さんにこういう大事な話を、自分の体についてしてくれたらいいなと思ったので、こんな講座をまた企画してほしいと思ってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。どんなでした？この場所は。和室って抜群にいいと思います。お話はどうでした？この字のアットホーム感が出ちゃったんですけど。並べ方最高ですよ。話しやすかった。皆さんね、顔初めての方でもお話しやすかったし、距離感が良かったと思います。ありがとうございます。先生を迎えて、カエルスタジオ別館って和室なんですよ。来たことある方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あえてセミナーって言ってもアットホームな感じの、みんなが何でも聞きやすいような形のセミナーを今回開催してみたんですけど、本当に勉強になることがいっぱいあって。百穴奈穂先生っていうのは何をしてらっしゃる方かっていうと、助産師さんの先生だったんですけど、今こういう女性対象にいろんな赤ちゃんを産むののお手伝いだけではなく、いろんなことをアドバイスしてくれる「キラキラ助産院」っていう検索していただくと出てくるんですが、そちらの方でもう個別で相談もどんどんできるすごく素敵な先生で、ご自分も「もう私更年期終わったの」って軽く言われたんですけど、みたいな、見た感じすごい若いしと思ったら、お子さんも30歳近くのお嬢さんがいらっしゃるとかって言って、とってもびっくりしたんですけど、乗り切り方であったりとか、実際に体調が優れない時には無理をしないで、かかりつけの先生を決めておくといいよとか、そういうアドバイスをどんどんしてくださいました。まあ悩みがね、更年期って本当になんだかよくわからないじゃないですか。ないよっていう人もいるし、もうひどくてねっていう方もいるし、まあ、大体3割ぐらいはうつになっちゃう方がいらっしゃるみたいなので、その辺は真剣に取り組んで、で男性もあるんだって、更年期が。で男性の更年期っていうのはまたその人その人によって症状が違うらしいんですけど、イライラしてみたりとか、なんだろう、ドキドキしてみたりとか、心臓の方に来たりとかね、いろいろあるみたいです。血圧がガンって上がってしまったりとか、だから一過性のものであったりする場合も多いから、悩まずにいろいろ専門家の先生を受診するようにっていうことを先生からのアドバイスでいただきました。またね、今回は夜開催したので、結構夜は子供がいて出られないっていう主婦の方もたくさん声が上がりましたので、次回、お昼また開催しようと思いますので、 Facebook の方をチェックしてくださいね。よろしくお願いします。でもう一つイベント、今月はねちょっと気になるイベントに行ってきたので、それのお話をしようかなと思うのですが、どうしようかな。先に今悩んじゃうの。告知先入れてもいいかな。じゃあ今ねセミナーの方で、まあ、セミナーに行ったりとかしたりとか、いろんな会をこう主催してるんですけど、私のところでいろいろ一緒にお勉強してきたかわいいね中の中にみどりちゃんっているんですけど、みどりさんが今すごい燃えてることがあって、11月9日に彼女がプライベートでお教室のイベントを立ててるんですね。でちょっと今日そのことについてぜひご紹介したく、本人にまた電話で連絡をしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。大変、電話つながらないよ。電話とつながった。はい、もしもーし。こんばんは、みどりさんですか？こんばんは。はい、すいません。はい。ございます。ゆうこりんこと村田ゆうこでございます。今ね、うまく説明ができなかったので、みどりさんから今何をやってて、はい、どういったイベントを開催するかっていうお話をこちらで電話でしてもらってもいいですか？はい。ありがとうございます。はい、お願いします。はい。この度、理想高家というブランドのお香の教室をさせていただくことになりまして、でもう始めているんですけれども、お香、この理想高家というのが、その心と体と魂が統合されて、その3つが喜ぶ香り、バランスの取れた香りということで、でそれで統合された調香という和の香りを作る理想香家というブランドになってるんですけども、ブランドなんですね。ブランドの名前です。で匂い袋とかお香って火を使うお香もあるし、火を使わないお香っていうのも私ある。よく分からなかったんですけれども、私も初めて聞いた。携帯に向かって、そう、私も初めて聞きました。火炊くもんだと思ってたので、そんなことないんだ。そうなんです。でブログにも書かせていただいてるんですけども、匂い袋とか踏香っていう本のしおりにしたりとか、名刺入れに入れて、名刺に香りをつけるとか、いろいろありまして、火を使わないだけでも。で、今回11月9日土曜日にイベントを招待させていただいているのが、お部屋香なんですね。お部屋の匂い。はいはいはい。握り拳1個ちょっと大きめぐらいの大きさのお部屋香というのを、作るんですけれども、でそれを置くことで、香りもすごくいいですし、また新年に向けていかがでしょうかということで、イベントをかけてます。新しい年を迎えるにあたって、気を引き締めて、また家内安全とか、家族の健康を祈ってとか、商売繁盛とか、いろんな思いを持ってこの法に託して1年を過ごしてみてはいかがですかということで、ブランドを11月9日にやって、どのくらい匂い持つもんなんですか？大体1年以上は持ちます。1年から1年半。そんなに持つんだ。すごい。そうですね。で香りも変容していくので、トゲトゲしいのがなくなって熟成するという言い方をするんですけれども、なので最初作った香りとはまた変わってくるんですけれども、香原料って呼ばれるお香の白檀とか丁子とか使うんですけれども、そうですね、8種類ぐらいブレンドされてるので、どんどん気候によっても違いますし、どんどん変容していくということで、それぞれの、その時間が経ったなりの楽しみ方がありますので、すごいですね。面白い。ありがとうございます。面白いですよ。ね、あんまり聞いたことないですもんね。自分でお香を作るって、なんとなくイメージ的に京都とかそういうイメージになっちゃうんだけど、そうですね。そうなんですよ。なので雅な感じの匂い袋ちりめんとかちょっとけんらんな感じの匂い袋を使うので、また雰囲気も出ますし、女性って何でもですけどたくさんの中から選ぶのって好きじゃないですか。そうですよね。なのでお香もたくさんの中から選びますし、また量も自分目安は教えるんですけれども、でも基本的にご自分で選んでいただくので、あと選ぶけども選べるということで、ワクワクしながら作れるということで、基本的にこれはダメっていうのがないので、へえ、面白いですね。じゃあその11月9日のイベントの内容、どういった感じで、どこで何時からやるんだっていうことも教えてもらっていいですか？はい、11月9日土曜日になるんですけれども、3回に分けてというよりも、どの時間の方に来ていただいても、いいですよということで、時間枠を設けています。で10時から12時半まで、あと14時から16時半まで、で17時から19時半まで、ということで、3枠に分けて、設定させていただいてるんですけれども、ご招待受けてないけどこれ行ってみたいなっていう方のためには、どうしたらいいですかね？はい、ですね。では、そうですね。今、Gmail アドレスで、募ってるので、それを申し上げます。お願いします。はい、中んばかりみどり、NAKANBAKARI。9906 @gmail.com です。わかりました。ちょっとね、後からもう一回聞きそびれちゃった方はもう一回聞いてチェックしてって感じですけど、中んだかりみどりドットが入るっけ、はい、9906@gmail ですか。はい、中んだかりみどり9906です。ドットは入らずに、はい、ごめんなさいね、はい、中んだかりみどり9906ですね。はい、わかりました。はい、聞かれた方は、うん、Facebook で、うん、中んだかりみどりでおりますので。わかりました。はい、申請いただければ。はい。あと、みどりちゃん、ブログ結構すごい充実して書いてるじゃないですか。はい。ブログのタイトルも教えてもらっていいですか？はい。中んだかりみどりのおこ田んぼという名前で。はい。これはアメブロさんだったっけ？はい。アメブロで、はい。で、検索して見てくださいってとこですね。はい。すごい。もうね、匂いはね、口頭では伝えられないから、ぜひ参加して、ね、いいよね。1年持つんだったら来年までみたいな形で、毎年できますもんね。へえ。で、この香りに癒されて、魂の統一ができるみたいな。そういう目的があるってことなんですよね。いろんなバランスが取れるっていうか。そうですね。陰と陽とか、陰の性もそうですし、女性性と男性性の統一も中立であるっていうことを、へえ、面白い。またね、今度ゆっくり優子の部屋とか。チュラボーテとかそっちの方でゲストでぜひ目の前で作ってもらいたいと思うのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうも。はい、失礼します。はい。って感じでね、みどりさん。可愛いみどりさんがどんどん成長して今おこの先生になってしまったっていう私も最近知ったんですけど、結構いいですよね。これで今ねツイッターさんの方ちょっと拾わせてもらおうと思うんですけど、美香さんからは大変ためになりました。楽しく更年期過ごそうってことで、彼女は更年期の勉強会に一緒に参加してくださっていろんなことを勉強してこの感想を書いてくれました。あとスタンハンナマさんが遅くなりましたチェックインと入ってくれました。よろしくお願いします。で、マリさんがやっぱりお昼のイベントなら参加しやすいっていうことなので、更年期もそうなんですけど、今のお香とかもね結構面白いと思うんですよ。時間3パターンに分かれてて好きなところで行けるっていうやり方を取ったりとか、私もお勉強になるのでいろいろ考えてみようかな、イベントってとこなんですけど、いいと思います。みどりさんのお香教室ブログ本当に面白くって、結構今ブログ開けない、ちょっと待ってね、ブログ開くとなると時間がかかるよ。名前でパソコン苦手だからな。出てくるかな。今やってるよ。はいって。ちょっと待ってよ。何かが違うんだ。やってよ。うん、名前で入れたよ。Facebook は出てきたけど。中んだかりみどりさん Facebook でじゃあ検索して、そうそうダメ、友達になるんだ。ちょっと難しいよ。私引っ張り出せない。もう一回チャレンジ。出てこない。ごめんなさい、なんか途中で一生懸命検索してしまいました。見つけきれなかった、残念。ということで、同じようにイベント情報告知をこのまま続けていってしまおうと思います。今回ね、こういう番組やりますよって言って、結構女子チームのスーパーウーマンズの方に投げかけをして、ぜひって言ってくださった方の、動画出しますか。はい、税理士の及川さんからぜひって言って、今女性のための起業家、女性起業家のための応援をしてくださってる先生、税理士の先生なんですが、じゃあどういった形で税理士さんがこれからの女性起業家に関わっていくのかっていうことを、彼女がイベントっていうかお得な期間を設けてくれて、その情報をぜひっていうことで、私たちの方で取材をしてきました。じゃあ動画の方お願いできますか。こんにちは。はじめまして。すみません。じゃあお名前の方をお願いします。はい。私は、及川元乃と申します。那覇で、税理士をしていまして、個人的に、女性を、バックアップする、女性の起業をバックアップするという起業コンサルタントをしています。はい。今回あれなんですよね。女性起業家のために、はい、特別枠で何か素敵なことを考えてくださっているそうなので、はい、ぜひそちらを、はいはい、ご連絡ください。はい、今ですね、11月末まで期間限定で、女性限定でですね、プチ顧問というサービスをしています。こちらのサービスは起業前の方も起業後の方も、女性であればどなたも対象です。起業に関するちょっとした人に聞けない、誰に聞いたらいいかわからないという質問を、全て、お伺いするというサービスで、基本的にはメールで、やり取りをいたします。で、緊急の場合やですね、すぐ聞きたい場合はですね、お電話でも、承っています。はい、メールアドレスをお願いしてよろしいですか。はい、小文字、ローマ字で、motono@汐留.co.jp になります。TW ブログででもですね、カタカナのエンカレッジワークスで検索していただければ、私のブログが出ますので、そちらからも、ご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ詳しいお問い合わせがメールで来ると思いますので、ぜひ女性起業家の皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。及川さんの詳しい情報は後ほどまた。流してしまいましたが、及川元乃先生が今どういうことをね、皆さんに提案しているかっていうとですね、サロネーゼさんとか、これからね、女性として起業をしていきたいっていう経営者のためのアドバイスを今なさってくれてるんですね。で、この今期間限定でやってらっしゃることはどういうことかっていうと、ちょっとわからないことってあるじゃないですか。例えばどのくらいになったらちゃんと税理士さん入れた方がいいのとか、申告どうしたらいいのとか、サロンしますって言ったけど、じゃあ実はその業務でなんていうのかな、こういうの始めますっていうのをどこに届けたらいいのとかっていう、すごい誰に聞いたらいいのみたいなことを結構細かく聞いていいよの期間として設定してくださってるんですね。で、料金的にはだいたい1ヶ月2500円でっていう、すごい破格なお値段で提案してくださってるんですけど、結構私も起業をして今10年で、しっかり最初から税理士の先生を入れたんですけど、やっぱり全然申告の時に慌てることもないし、いろんなことがなんていうのかな、充実していくし、間違ってない方向に行きたいんだったら、ぜひ相談されてみるのはいいと思います。この機会に女性同士でね、聞きたいこともあると思いますので、及川先生の方に聞いてみるのがいいんではないかなって感じでコメントをいただいてきました。で、及川先生も、Facebook の方で及川元乃さんで検索されますと、ブログがありますよね。素敵なブログが。ブログのタイトル何でしたっけ？あれ？待って、さっき私があれしたんだよね。ごめん。及川先生のブログの方は、はい、エンカレッジワークスになっております。ぜひ検索され、これ T ダブログさんなので検索されて見ていただければ詳しい情報こちらの方にも載ってますのでよろしくお願いいたします。はい、こんなかなっていよいよもうだんだん時間が経ってきちゃってあれなんですけど。あ、すごい。みどりさんからツイッターでちゃんと中ん中でみどりのお香探訪です。よろしくお願いしますって来ました。あ、でさっき違う名前で調べてたからだ。ごめんなさい、みどりさん。結構でもブログすごい素敵なブログなんで皆さん見ていただけるといいと思います。はい。もう一回？じゃあちょっともう一回開いてみようね。中ん中でみどりの。いや、でもお香探訪でいいんだよね。あー、わかった。やっぱり出てこない。残念でした。ということで、じゃあ続いては先ほど言ったなんだろう、私が今いっぱい勉強している最中なんですけど、前回、ご紹介されて鳥雄一さんの人脈塾っていうののセミナーに出てきました。こちらです。まあ、彼はベストセラー作家で、まずスピードブランディングっていう本の、出された時に一回お話をお伺いしに見えますか？スピードブランディング、これ電子書籍で今自分たちは読んでしまったんですけど、こういう本があります。うん、ビジネス書でも出てます。まあ探してみてください。で、スピードブランディングと、まあ次にこの人脈塾。こちらはね、今回は DVD の方を購入してきたんですけど、人脈塾、こちらも同じ表紙で同じタイトルで本があります。で、彼がどういったことが起こったかっていうと、まあ、ここに簡単に書いてあるんですけど、ユダヤ人大富豪の教えの本田健一、成功哲学の父ジム・ローンをはじめとする数々の成功者から、いろいろ学んだことが書かれている本なんですね。で、行動こそが変化への第一歩っていう帯がついてるんですけれど、自分がこう聞いてきて、今セルフブランディングって言って自分をどれだけブランド化していくかっていうのが、皆さんそういう活動をされてる方が結構いて、 Facebook なんてでもまあ、ブランドで、私もとりあえず熟女アイドルゆうこりんっていうことでゆうこりんって言って調べてもらうと結構出てくるような形にゆうこりんというブランドを今作ってる最中なんですけど、それをね、こういうふうにしたらいいよとか、こういうのを読むといいよっていうのを経験をもとに鳥居先生がいろいろ教えてくださるお話し会だったんですが、まあ、これを聞いてきた中で私が一番やっぱり印象に残ってるのがですね、これ参加された皆さんの今画面に映ってるのは全員集合写真になります。100名以上の方かながお勉強に参加されました。すごい面白い会でしたよ。行かれた方も何人かいらっしゃると思うんですけど、で、その後ね、懇親会に出るともっとこうより密に情報交換ができてって言われたんですが、私たちは実はちょっと次の用事がありまして、残念ながら懇親会には参加することができなかったんですが、やっぱりこう行かれた方、お友達に聞くとやっぱすごい良かった、楽しかった、分かりやすかったっていう話なんですが、何がどう分かりやすかったかっていうと、やっぱ自分の感想で言わせてもらうと、本読みました、ああそうだよね、ではなくて、その本を読んで、あそうかそういうことかって思ったら、先生が言うには本を一回閉じてすぐ行動に移せと。で結構最後まで読んでからやろうとか思うとできなかったりとかっていうのもあるので、読んだらすぐ行動、読んでいいなと思ったらすぐ行動っていうのを繰り返していくことによって、いろんなことが変わってくるよっていうのと、やっぱ最終的には本を書いた方がいいよっていう話をしてたので、ね、本はそんな簡単に出せるっていう話もしてくれてました。で、いろいろためになるお話いっぱいで、その人その人感じ方もいろいろなので、私も今回出て人の話を聞いてるなとか、本読んでるから分かるよとか、 DVD 見たから分かるよとか、ほらこんなにお話聞いてるからみたいに思ってたところがすごいいっぱいあったんだなっていうのを実感して帰ってきました。じゃあ自分はそれ分かってて何やったんだろうかとか、ここで何かを変えなきゃいけないのに実際それを変えてきたのかとか、すごいその辺を反省して、ちょっと次の日から動きを変えてみたんですが、結構ちょっとの自分の行動一つでいろんな流れが変わってくるなっていうのは実感しました。面白かったです。はい、こんな感じかな。いろんな数々いろんな先生方のセミナーっていうのもたくさん出てきたんですけど、出ただけで威張っててはいけないんだっていうのもよく分かったし、本もだいたい年間月に100冊読みなさいとか、年間で200冊読みなさいとか、いろんなことを言う人がいるんですけど、鳥居先生も言ってました。本はたくさん読んだ方がいいよって。で、私も言われて、1日何件か、何冊か、何分間でもいいから本を読む習慣をつけた方がいいよって言われて、朝の15分とか寝る前の15分とかっていう努力を今している最中です。途中で寝ちゃったりもするんですけどね。はい。でもこの続けるっていう行為であったりとか、これを変えていこうっていう気持ちであったりとか、いろんな本がある中ですごい自分にヒットするものっていうのが絶対あるはずなので、たくさん読んでいくと。鳥居先生今度またね沖縄来てくださると思いますので、その頃にはまた告知させて募集していきたいと思います。はい、じゃあツイッターさんの方いくつか入ってきてるのでご紹介しますね。先ほどの税理士の及川元乃先生からです。告知ありがとうございましたって入ってました。私もお会いする鳥居先生のセミナーで初めてお会いしてびっくりしたんですけど、とても綺麗な方でしっかりしてらっしゃるので、安心していろいろお任せできると思います。でそこで、続いては荒垣さとみさんから入ってます。はい、初チェックインしましたってありがとうございます。みどりさんのブログ拝見しますって、あと及川先生の紹介良かったです、すごいタイミング良かったですって、及川先生良かったですね、こういうふうにやっぱり必要とされる方とこう結びついた時にはやってよかったなみたいな感じになりますので、ぜひぜひどんどん活用してください。面白いね。結構チェックインとかっていいですよね。いつもなんかもうねドキドキしながらやってて、あーって気づいたら読み切れなかったみたいなのがあって申し訳ないんですけど、あ、さとみちゃんすごい、人脈塾の本も購入して読んでみますって素晴らしいです。鳥居先生は、メルマガとかも出してらっしゃるので、Facebook で鳥居雄一で検索して、メルマガとかフィード購読とか入るとこからでもいいかもしれない。ためになることがいっぱい。今人脈塾もセミナーでも売ってたんですけど、即完売してました。探してみてください。すごい、こういうの嬉しいですね。かな。あとはなんかいろいろ告知とかいっぱいあると思うんですけど、ツイッターさんとかでも入ってきたら今なら告知ができますが大丈夫ですかね。では村田のゆうこりんの方から、いくつか、今月は今日で終わりか、今日ハロウィンなんだよね。でみんな仮装して出かけたりとかしてる人もいらっしゃると思うんですけど、来月ですね、明日から11月になります。で11月のここカエルスタジオから配信するユーストリーム番組はまずもう1日明日の夜は怪談降臨が放映されます。お楽しみにしててください。でその次の10時から怪談降臨10時からと怪談降臨ファン多いんですよね。結構面白いので初めての方もどんどん見てツイートしていってくださればいいと思います。そんなに怖くないよ。私は怖いけどいろいろあると思いますので、いいんじゃないでしょうかね。怪談降臨があります。でその次の週になりますと、シネマ小僧でしたっけ、はい、シネマラボ特艦小僧の木曜キネマ探偵団っていう、でも常に特艦小僧とかばっかし言ってたから略してしまったんですけど、映画好きの方たちが集まっての映画のお話の番組が木曜日ですか、木曜日10時ぐらいからですか、はい、第1木曜日の夜10時からカエルスタジオから放送されます。そしてその次の週になりまして、11月は12日の火曜日が、なっちゃんとゆきちゃんが入って私とでチュラボーテをお送りします。チュラボーテは9時半からの放送になります。今回のゲストさんは今オファーしている最中なので、ぜひイベント上がるのを楽しみにして誰が来るのかなとワクワクしておいてください。で同じその週の木曜日、お昼の午後2時半からマーチーのマミーズクラブという子育て中のお母さん対象の応援番組があります。はい、こんな形でいろいろと、クイックボイス沖縄でのラインナップっていうのもどんどん出していきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。じゃあ今日はね、放送がちょっと遅れて本当に申し訳なかったなってところなんですが、また、見損ねちゃった方も、アーカイブもありますし、どんどんツイッター入れてきてくれると、さとみちゃんがなるほど分かりましたとありましたが、ぜひメルマが面白いので購読してみてください。こんな形で情報をどんどんもっとね、こんな慣れてくれば緊張がなくなるのかもしれない。こんだけ喋っててまだ緊張すんのって言われるかもしれないですけど、いつもどれだけゲストやアシスタントの皆さんに頼って生きてきたかっていうのがよく分かりました。はい、こんな感じなんですが、また、月に2回ゆうこりん TV の方を予定しております。次回の放送は、再来週の木曜日になります。またイベント告知かけますが、ぜひこんなの宣伝してとか、うちの教室の宣伝もとかっていうのがありましたら、Facebook の私の方にコメントくださってもいいですし、このクリックボイス沖縄の方にメッセージくださっても構いません。よろしくお願いいたします。はい、で直接スタジオに来なくてもこちらの方から出向いて動画を作成することもできますし、あと今日みたいにね、電話で飛び入り参加とかもできるので、急に思い出して今日だった言いたかったとかっていうのでも構わないので、連絡いただければこんな感じっていうのは放送していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今日はこんな形で、もうさっきから顔が色が白すぎたとかそんなことばっかり気になってるゆうこりんでした。はい、今後のゆうこりんの動きにも注目しててくださいね。結構面白い動きが始まってます。じゃあ今日はこんなところで、おしまいになります。楽しかったかな？よかったかな？また再来週お会いしましょう。ありがとうございました。